はい。フカキからフランキーに卵を移します。はい。フランキーからフカキでしたね。はい。まだ眠いみたいです。眠いです。これ今空っぽってこと？あ、うん、空っぽです。何個ぐらい入れるんですか？多分15個かな。こうフランキーからします。カゴは3つ使う。3つぐらいで足りる。はい。上の段のやつ。4月の7日。はい、5月19日発生。青い。ちょっと初めてだよ、こんなの。生まれてね初めてです、こんなことは。ちょっと気が早すぎると思う。やば、これは4月19日発生。16、3日前。でも優秀っちゃ優秀なんだけど、早いですね。この子は一番。ああ。一番。早すぎる。32%。でも自分の力では出てこれたから。素晴らしいじゃないですか。そうだ、有望だ。びっくりした。3日前にここまでパカーンってなるなんて。前じゃやっぱり動かない。強打ち。あー、びっくりした。ヒョヒョは言わないね。あ、いった。泣けって言ったら泣いたっけ。どこまで優秀な優等生だね。ともちゃんがここで働き始めて初めて。っていうか、1週間前に今まで移してたのを今年からちょっと、はい、遅くしたんですけど。じゃあちょっとこれはもうちょっと早くないといけない。イレギュラー。割れてると思った。うん、あ、これね。はい。数が少なくて危惧してたやつだ。でも1はちゃんと生まれたし。生まれた。嬉しいけどびっくりした。全滅は回避じゃない。全部生まれませんでした。もう今回避したね。じゃあ言います。何言うんだっけ ?4 月の3日から言うんだっけ、うん、4月の3日、32パドック、1409円。はい。
はい、続いて、3月の24、44パドック、1464。64。あ、オッケー。はい、3月の29、はい、34、あ、嘘、ごめん、32、1308。はい、続きまして3月の28、シンブリ、1485。はい、はい、4月の1日、32パドック、1250。3月の25、31、1786。でかいとでかい。あ、うん、あんまりそうでもない。関係ない。小さいのにパンパンに生まれてくるところもある。そうね。また消毒するんだっけ？あれか、次フランキーをもらうとしたらこのケース自分で作りなさいって言われた。そう、フランキー、そう、もらいに行くやつ、ね、いやなかなか難くね木で作ったらさ、持てなくね。使ってないと。あなたはカビそう。そうね。なんかこれ。なんかあれじゃない。そっから秋から卵に行きそうじゃない。やっぱりいくらがいい。動いてる。今。すげえ。あれじゃん。中から音が聞こえてくる。もうすぐ生まれそう。まだあれじゃない、時々動いてるみたい。生まれるまでもうちょっとかな。今でも動いてる。なんでポケモンの卵ってみんな同じ色なんだ。アニメだとちゃんと実装されてるのって。4月の2日、31パドック、1298。3月の26、44、1437。
はい、次3月の26、32パドック1309。はい、行きます。3月の25、16、1571。はい、3月の31、14パドック1530。3月の28、44、1420。残り4月の6日、14、1437。ラスト3月の30、44パドック1399。はい、ということで全部でいくつですか？15ですね。はい、14分の1が生まれます。もうあいつは生まれるでしょ。そうだね、元気なら早っ。ってことはお部屋の準備も早くしなきゃいけない。確かに、東を使うってことだよね、先は。そうだね。うん、あれさ、後になれば後になるほどさ、うん、真っ暗の中で生活できないよね。あ、そうそうだね。悲しくない？最初の子たちが一番運がいいよね。うん、また新しいやつになる、うん、はい、記念の落としたはい、ということで、卵の移動でした。はい、早速1羽生まれてた。よかったです。